やあやあ、こんにちは。佐藤ささらだよ。今日はメガマンこと、ロックマンにチャレンジ。まずはみんな大好き、ガッツマンから攻略していきます。そういえば、過去作ではボイスに合わせて私が口隠していたけど、今回は中の人が面倒になってやめたらしいですよ。自動制御で簡単にできなくはないみたいですが、簡単にやるまでの導入が面倒だったのでやめたみたいです。まあ別に問題はないですよね。そんなこんなでリフトゾーンです。意外と落ちやすいこの場所ですが、カタカタのタイミングは付け根の部分に依存なので、ここだけしっかり見ておけばジャンプのタイミングが測りやすいと思います。リフトゾーンを抜けて最初の敵が見えたら、軽くジャンプで釣ってやると簡単に抜けることができます。あの敵は本当に鬱陶しい。工事現場のハンマーブロスは近づきながら豆鉄砲で抜けられると思います。3体目を登場させるのに少し手間取りました。ボンミスで穴に落ちないように気をつけながら、ラストも同じ要領で倒します。落下ゾーンには回復アイテムがあるので頑張って取ってもいいですが、鬱陶しい敵が出てくるので注意が必要です。ボス前によく出てくる1つ目ピョンピョンロボは、高く飛んだ時に下をくぐるのがベストですが、低いジャンプと高いジャンプがランダムなのでよくダメージを受けてしまいます。今回も強引にゴリ押しました。そんなわけでボスのガッツマンに到着です。ボス部屋の前に敵が出てくるのもロックマンの特徴ですね。ガッツマンはジャンプして着地の瞬間に地震を起こしたり、岩を投げたりして攻撃してきます。タイミングよく飛べば地震は避けられますが、基本は岩を避けながら弾を打ち込んでいれば倒せるので、っていうか近いです。さすがにこれは避けられない。敵が寄ってくるかどうかはランダムなので、こればかりは若干の運ゲーですね。そんなわけで何はともあれガッツマンを倒しました。シリーズを通してどの敵にも言えますが、鉄則のところ体当たりが一番痛いです。体当たりを食らうぐらいなら普通の攻撃を受けた方が被害は小さく済みますね。さて、2体目のボスはカットマン、君に決めた。ここからは弱点武器を活用できる順番で倒していこうと思います。それにしても BGM がかっこいいですね。まずは前のステージにも登場した面倒な動きの敵が出てくるので、しっかりと処理しながら進みます。壁に張り付いたこの敵はスパッと開いた時にしか攻撃が通らないので、開いた瞬間を狙ってきっちりと処理していきましょう。ここも1体ずつ確実に。慌てない慌てない。ここは一番左の1体だけ倒せば抜けられますね。今回は面倒なので駆け抜けてしまいますが、このフロアにはアンチがあるので落ち着いて進むのもありだと思います。パッパッパッツーを駆け抜けた先の小さなピョンピョンロボは、着地間際を狙うとうまく倒せます。1つ目9番ロボはちょっと耐久力があるので進路上の邪魔になるやつだけ倒していきます。落ち着いて全部倒した方が安全性は増すので、慣れるまではきちんと処理しながら進むのもありですね。うまく間を抜けていけばこのフロアは倒さないでも進めます。まあ倒した方が安全ですけどね。駆け抜けるぜー。このフロアも頑張れば一体も倒さないで進めますが、頑張るのが面倒なので一体だけ倒して進みます。安全第一。再びカップンの下を通り抜けた先にはまた面倒な動きの敵がいるので、きっちりと処理して進みます。弾を撃ちながら進むと簡単ですね。このフロアと次のフロアでは敵に構わず最短ルートを通るとノーダメージで抜けられます。触らぬ神にたたりなし。ボス前名物の1つ目ロボは高いジャンプをしてくれなかったのでゴリ押しました。誠に遺憾である。ボス前の廊下、地面にいるのはまあいいとして、天井のやつはジャンプが一番上の時に弾を撃てば安全圏から倒せます。そんなわけで2体目のボスカットマンとの対決です。カットマンは
頭のハサミを飛ばして攻撃してきます。まずはまっすぐ近づいてバスターを一発。続けてガッツマンの武器に切り替えて、うまく岩を2回当てれば。はい、終了です。弱点武器にはとことん弱いですね。最初のバスターがなくても、岩2発で倒せますが、ノックバックをさせることで、岩を掴む動作が安定する気がしています。気がしているだけなので、気のせいかもしれませんけどね。てなわけで、折り返しとなる3体目は、エレキマンです。エレキマンは、攻撃力が高いので要注意です。まずは足場を飛びながら進んでいくエリア。この敵はバスターでは動きが止まるだけで倒せないので、カットマンの武器で倒しながら安全に進んでいきます。安全第一。次のエリアにも同じ敵がいるので、これまた同じく、カットマンの武器で倒しながら進みます。一定間隔で放電している電気のピリピリを避けたら、武器をロックバスターに戻しておきましょう。ここでまた面倒な敵が出てきます。この敵は自分と同じ高さまで来ると、上下から目玉が飛び出して、電気のビームを真横に打ってきます。攻撃を食らうと下まで落とされて面倒なので、しっかりと処理しておきましょう。そして初登場となる、ブーンブロックの登場です。ここの一つ目に乗るのが若干苦手です。一回乗ってしまえばなんてことはないんですけどね。なかなかうまく乗れません。今回もちょっと失敗してしまいました。こちら側は行き止まりで外れに見えますが、先ほどと同じブーンブロックが登場するので、出てきたブロックを足場にして先に進みます。大丈夫、外れじゃないぞ。へこんだところに体力回復の台が見えていますが、あそこに降りると脱出が困難になり、下手をすると下に落ちて一気失ってしまうので、あれは無視して先に進んだ方が無難ですね。ここでまた先ほどの面倒な敵が再登場。きっちり処理しておきましょう。光電はタイミングが意外とシビアなので、きちんと手前から進み始めたが、無傷で抜けられませんでした。ちょっと悔しい。ここでまた面倒な敵が出てくるので、きちんと処理してから進みましょう。急がば回れです。このエリアには新しい武器があります。あの武器はマグネット。足場を作れる便利な武器です。行く手を遮る邪魔なブロックは、ガッツマンの武器で投げ飛ばすことができます。マグネットは便利な武器なのでぜひとも取っておきたいところです。足場を遮る邪魔な敵は、カットマンの武器で片付けてしまいましょう。光電のピリピリは、面倒でも一つずつしっかりと避けていきます。無駄なダメージはもったいないですしね。右上から迫り来るピョンピョンロボが、稀にはしごで待機中のロックマンに突撃してきます。当たってしまった場合は運が悪かったと思って諦めましょう。狭い足場を飛び進むエリアでは、さっき手に入れたマグネットを早速活用します。ポソイッと足場を出して、楽ちんに進めますね。ゴールはもう目の前なので、光電をタイミングよく避けて、はしごを登ります。ボス前名物の一つ目ピョンピョンロボは、さっき手に入れたマグネットを使えば、高く飛ぶタイミングを測らなくてもほらこの通り、すんなりと抜けられます。武器をエレキマンの弱点のローリングカッターに切り替えて、光電を一つずつ丁寧に避けながらはしごを登っていきます。頑張れば二つ一気に抜けられそうな場所もありますが、よっぽどの大急ぎでなければ、おとなしく一つずつ避けて進むのが無難だと思います。狭い日本、そんなに急いでどこへ行く、ってね。そんなわけで、3体目のボス、エレキマンに到着です。エレキマンは、電気を飛ばして攻撃してきます。当たると結構痛いので要注意です。まずは真っ先に右を向いてカッターを一発。あとは攻撃を避けながらカッターを当てていけば、三角で落とすことができます。うまく当たると、戻ってくるカッターに巻き込めて、2発で落とすことも可能です。今回は3発でしたが、とりあえず難なく落とせました。やったね、イエイ。そんなこんなで後半戦、4体目のボスはアイスマンです。もこもこの服が暖かそうですね。とりあえず、ステージの前半に出てくる敵がロックバスターでは面倒なので、手に入れたばかりのエレキマンの武器に切り替えておきます。
この緑色のロボは近づくと上下に分離するし、うまいところに当てないとバスターでは一発で落とせない面倒な敵ですが、エレキマンの武器ならすんなりと倒すことができます。ロックマンの位置では水の中も外も動きは変わらず、動作がゆっくりになったり高くジャンプができたりはしません。ここもエレキマンの武器が当てやすいので、うまく当てたり避けたりしながら先に進みましょう。ちなみに先ほどペンギンに当たりましたが、あれはわざとではなく、カッコつけて避けようとして失敗しただけなので、あしからず。ちょうどいいところに体力回復の台があるので取っておきましょう。一つ目、吸盤ロボもエレキマンの武器なら一発で倒せます。エレキマンの武器は優秀ですね。足元にいた敵はロックバスターが高さ的な問題で当たらないので、これまたエレキマンの武器でやっつけて、ブーンブロックを乗り継いで先に進みます。ブーンブロックの順番は覚えてください。ロックマンは覚えゲーです。ここもブーンブロックエリアですが、ここはマグネットで楽をしちゃいます。落ちたら即死の空中エリア。ここでもマグネットが大活躍です。エネルギーを回復するときは敵の弾に注意。ノックバックで落下の危険性があります。マグネットは非常に便利な武器ですが、足場が出ている時間が意外と短いので、無理せずこまめに乗り継いでいきましょう。ニッコニコの1アップをゲットです。全然大丈夫だとは思いますが、念のため、エレキマンの武器のエネルギーを回復しておきます。石橋を叩きまくって進むスタイル。最後の最後のマグネット。ボス前名物の一つ目、ぴょんぴょんロボを足場を作って上からかわして進みます。マグネットは本当に便利な武器ですね。ボス前の廊下は、ペンギンがうねりながら飛んでくるので、一定間隔でロックバスターを撃ちながら進めば安全です。ボスベレに入る前に、武器をアイスマンの弱点であるサンダービームに切り替えておきましょう。アイスマンは、前方に霊気を飛ばして攻撃してきます。まずは開幕1番でサンダービームをぶっ放し、続け玉に2発叩き込めば終了です。残り玉に当たらないように気をつけましょう。たまに浮遊してかわされることがあるので、2発目以降は中ジャンプして撃つとより確実かもしれませんね。てなわけで、4体目のボス、アイスマンを倒しました。残る6ボスもあと2体です。前半戦もいよいよ大詰め、5体目のボスはファイヤーマンです。こいつはロックマン1の中で一番苦手なボスで、未だに攻略が安定しません。ただ一番苦手なボスだけど、このステージの BGM が一番のお気に入りです。こんなファイヤーマンステージ、武器を便利なサンダービームに切り替えて、ゴリゴリと進めてまいりましょう。それにしても BGM が素敵ですね。今上に飛んでいった火の粉は、上からゆらゆらと落ちてきます。安全にサンダービームで、あばばばば。安全にサンダービームで処理してから進みましょう。悔しい。ファイヤーバーはアイスで固めることができますが、とりあえずここはスルーです。上と下にルートのある分かれ道は、炎を凍らせて足場にして上の道へ。飛距離が足りないなら、マグネットを使えばいいじゃない。マグネットを伸ばして乗り継げば、上ルートは障害物に邪魔されることなく先に進めます。仕上げにはしごの横からストンと落下。炎を避けてさらに下の階層に向かいます。ちょっとだけずれて足場に着地。炎と火の粉を避けながら、マグネットを使って横着をしながら進んでいきましょう。炎を避けて、マグネット。今度はしっかり当たらないのを確認してから進みますよ。このエリアでは炎が行く手を遮ります。本当はアイスで凍らせて進むんだけど、面倒なのでマグネットでショートカットです。武器をとりあえずサンダービームに切り替えて、中段の足場の敵を狙う感じで撃つと、前から来るキラーもいい感じに倒せます。下段の敵は、遠くから撃つとビームの波の隙間から抜けてくることがあるので、引き付けてから撃つと安定しますね。そんなこんなでボスベレです。ボス前の廊下には天井にぶら下がった敵しかいないので、ビームのうねうねを利用してジャンプ攻撃が安定します。信頼と実績のサンダービームです。さて、5体目のボスとなるファイヤーマンは、炎を飛ばして攻撃してきます。
こちらの攻撃に反応して打ち返してくるので、縄跳びの要領で、飛んで打ってを繰り返していると簡単に倒せるらしいのですが、なかなかスムーズにいかずにいつもゴリ押しになってしまいます。ご覧のありさまですね。今回も弱点武器のアイススラッシャーでゴリ押しました。やれやれだぜ。ロックマンの1は、ボスを倒してから次の画面に行くまでの間がちょっと長いよね。てなわけで、6ボス最後の敵はボンバーマンです。ハドソンから発売している同じ名前のゲームは関係ないのであしからず。まずは武器を切り替えましょう。サンダービームは幅の広いうねうねビームなので当たり判定も大きく、3方向に飛んでぴょんぴょんロボも簡単に倒せます。便利で使いやすい武器ですね。下から出てくるボムは、手前でしっかり待ってから進みます。急いで飛び出して爆風の残りに当たらないように気をつけましょう。そしてここでもサンダービーム、ガバガバガ。台に着地して、そのまま上から進もうと思ったのに、見事に失敗してしまいました。このフロアでは、武器は別に戻さなくても OK ですが、とりあえず下から2番目のやつを撃って進むと、すんなりと進むことができます。武器をアイススラッシャーに切り替えて、スナイパー上の動きを止めたら上を飛び越え、あばばばば、飛び越えられませんでした。悔しい。ひとまず武器を戻して、キラーとスパーとアナエリアン。スパーをきっちりと処理しながら、キラーに当たらないように進みます。キラーは倒すと爆発して邪魔になるので、タイミングが合っているなら倒さない方が楽に進めるかもしれませんね。拙者は無駄な殺傷はしないのでござるよ。おろろっつってね。ここでもキラーの相手はしません。まっすぐ上まで登ったら、すぐに左にトントンピョンで難なく進めます。トゲは触れると即運なので、弾に当たって落ちる危険性を考慮して、最初は慎重に進みましょう。一番上まで登ったら、マグネットで足場を作って楽をするのがいいと思います。あばばばば。当たってしま、あばばばば。当たってしまいました。これは悔しい。1アップに目もくれず、スナイパー女王を壁の隙間にはめ込んだら、武器をアイススラッシャーに切り替えて。今度こそ、良いんですよ。やったね。そんなわけで、6体目のボスに到着です。ボス前の通路は、右端に落ちると、途中で敵に当たったり当たらなかったりしながら下まで降りられます。安全策を取るなら、サンダービームで片付けながら進むのが良さそうですね。ボンバーマンは、爆弾を投げて攻撃してきます。爆弾は自分のいる場所に向かって投げられるので、爆弾を引きつけて撃って避けてを繰り返していれば、割と簡単に倒せると思います。ちなみに特に触れていませんでしたが、弱点武器は前のステージで取得したファイヤーストームです。この武器は自分の周りにも炎のバリアを出すので、寄ってくる敵にも有効ですね。それでは、6ボスをすべて倒したので、いよいよワイリーステージに突入ですが、そろそろお時間のようなので、前編はこの辺りで終了となります。ご視聴、ありがとうございました。後編に続きます。さてさてそれでは、ロックマンの後半戦を始めてまいりましょう。6体のボスを倒し終わって、ワイリーステージが始まるところからですね。ロックマンの2では置くだけのブルーレッドとして有名なワイリーの UFO ですが、初期の UFO は赤色です。そんなこんなで始まりました。ボスの前によく出ていた、一つ目ぴょんぴょんロボが最初から連続で出てくるので、高く飛び上がったところをアイススラッシャーで凍らせて下を抜けていきましょう。高く飛ぶのを待つのが面倒な時は、着地したところを凍らせて、マグネットで足場を作って上から抜けるのが早いですね。だいたいこんな感じです。あまり使いどころのないガッツマンの武器で、邪魔なブロックを投げ飛ばしたら、再びアイスに切り替えて火柱を凍らせて進みます。火柱を凍らせるときは、少し離れて1本ずつ凍らせると良いかも。ここは安全のために、上からのルートで進むと事故率が減っていい感じ。左のはしごに飛びつく前に、武器をサンダービームに切り替えておきましょう。引きつけて、ドーン。
ここまであまり見せていませんでしたが、ガッツマンの武器で投げ飛ばせるブロックは、実はサンダービームで破壊することも可能です。信頼と実績のサンダービームですね。トゲの即死が怖いので、右からうねり来るキラーは、確実に片付けながら進みましょう。いかなる時も安全第一です。はしごはゆっくり降ります。急いで落下すると、着地するときに敵の弾に当たってしまうので、しっかりと見極めてから降りるようにしましょう。動く足場の面倒なエリアは、マグネットで横着です。ここに置かれたエネルギー回復の章は、画面を切り替えると復活するので、エネルギーに不安のある武器があれば、はしごを上り下りして回復してもいいですね。マグネットのエネルギー切れによる積み防止のために、下のマックに戻るための穴も開いています。そんなわけで、ワイリーステージ1体目のボスに到着です。武器を弱点武器のサンダービームに切り替えておきましょう。ワイリーステージ1体目のボスは、みんなのトラウマ、イエローデビル。イエローデビルは、体をバラバラにして移動して、合体時に出現する目から弾を飛ばして攻撃してきます。こちらの攻撃は合体時に出現する目にしか当たらないので、面倒な敵ではありますが、6回のジャンプで移動を避けて、7回目のジャンプで目に攻撃を当てるのを繰り返すだけで倒せるので、倒し方自体は意外とシンプルで簡単です。バラバラになった本体を避けるときは、4回目のジャンプで2つ一気にかわして、他のジャンプでは1つずつ丁寧に回避していきます。1、2、3、4、5、6、7、大体こんな感じですね。避けるのは下2段だけなので、3段目より上に釣られて飛び上がらないように気をつけながら、4回目のジャンプで2つまとめて避けることを意識すれば、そこまで難しくはないと思います。敵の体をしっかり見て、次に飛んでくる部位を把握しましょう。こちらの攻撃となる7回目のジャンプは、敵の攻撃を釣るために後ろに下がりながら飛ぶと良いのですが、振り向きを失敗すると今みたいな事故が起こります。かといって、あまり後ろに飛ばずに振り返るとこんな事故も起こるので、どちらかというと攻撃を仕掛ける時の方が注意が必要な気がしています。てなわけで、何はともあれ1体目のボス、イエローデビルを撃破です。事故がなければ無傷で倒すこともできる敵なので、攻略の難易度自体はそこまででもないですが、こちらの攻撃が通るタイミングがとにかく少ないので、難しいというよりは、とりあえず面倒くさい感じの敵ですね。それでは、次のステージに進みましょう。2ステージ目では、前編の最初の方に出てきた面倒な動きの敵が再登場します。強引に進もうとすると、空中で敵に当たって、そのまま穴に落下して意識失う事故が発生する危険があるので、面倒でもきちんと倒してから進むことをおすすめします。ここは落とし穴があるのでマグネットで横着をしました。落とし穴の先には、6ボスの1人、カットマンが待ち構えています。この場所には残念ながら、カットマンの弱点である投げられる岩は置かれていないので、ロックバスターで戦います。右端からカットマンに向けて、バスターを一定間隔で打ち続け、ハサミが飛んできたら引きつけてジャンプ。これの繰り返しですね。先に進んだエリアに設置された敵は、弾は飛ばしてくるけど寄っては来ないので、タイミングを見てスルリと抜けてしまいましょう。余裕で避けられる攻撃ですしね。そして今回もマグネットで横着です。再び落とし穴を落ちると、今度はエレキマンが登場します。先ほどと違って弱点武器のローリングカッターが使えるので、バシバシッと3ヒットさせて倒してしまいましょう。簡単ですね。先に進むと、ボンバーマンのステージで登場したボムが出てきます。回避が若干面倒ですが、あまり一箇所に留まっていると、だんだんタイミングがずれて先に進みにくくなってしまうので、それぞれの穴で一発目だけを避けて進むのが良さそうですね。ここからは、一つ目吸盤ロボが登場です。一つ目吸盤ロボは耐久力が高いですが、サンダービームなら一発なので、どんどん倒しながら進んでいきましょう。サンダービームには貫通性もあるので、並んだところをまとめて倒すのにも有効です。本当に便利な武器ですね。壁に並んで張り付いたカーも、サンダービームなら一発です。ちょっとエネルギーが減ってきたので、回復の台を取って補充しておきましょう。
次のフロアがボスになります。あと少しですね。ここもサンダービームで敵を蹴散らして、最後は一時停止で弾を回避。ボスに進む前に武器をファイヤーストームに切り替えておくと良いかも。そんなわけで、ワイリーステージ2体目のボス、コピーロボットです。コピーロボットは、こちらが選んだ武器と同じ武器で攻撃してきます。まずは開幕一発目に攻撃を仕掛けてくるので、戦闘が始まったらすぐにジャンプでかわしながら、こちらの攻撃を叩き込みましょう。敵は基本的に、こちらの攻撃に反応してジャンプをするので、その動きを考慮して、こちらもジャンプ攻撃を仕掛けてやると、うまい具合に攻撃が当てられると思います。なぜだか今回は全然近寄ってきませんでしたが、ぐいぐい来られて接近戦になった場合は、ファイヤーストームを打った時に自分の周りに出る火の玉を当てて攻撃するのも有効な手段です。そのためのファイヤーストームです。それでも寄られて端まで追い詰められたら、おとなしく飛び越えて反対側に回りましょう。そんなこんなで3ステージ目がスタートです。最初は1つ目吸盤ロボがたくさん出てくるので、サンダービームで蹴散らしながら進みます。上から飛んでくる弾にあいつかー。当たってしまいました。今度は気を取り直して、上っかー。また当たってしまいました。こうならないように、上からの攻撃に気をつけて、一手一手確実に進めていきましょう。L 字の通路を少し進むと、後ろから水が押し寄せてきます。溺れることはありませんが、水に押し流されているので、左側に戻ることができません。ペンギンは倒しても避けてもどちらでも OK ですが、倒す場合は一定間隔でバスターを撃っていると安定します。敵がペンギンからキラーに切り替わったら、倒すと爆発して邪魔になるので、手を出さずに避けながら進みましょう。縄跳びの要領ですね。ポポイッと。最後は流れで進むと激突するので、止まってかわしてボス部屋です。てなわけで、3体目のボス、読み方はちょっとよくわかりませんが、CWU-01P です。この敵は泡をまとって本体の防水を図っているメカで、上と左右の穴からランダムで出現して、壁沿いを時計回りに移動しながら、弾を飛ばして攻撃してきます。1体1体の耐久力はそこまで高くないので、まずはロックバスターで最初の3体を破壊します。4体目からは、イミシンに置いてある岩をガッツマンの武器で投げ飛ばすと、それぞれ一発で破壊できて楽ちんです。後に出てくる個体ほど動きが速いので、弱点武器の岩は後ろのやつに取っておく方が楽に戦えると思います。4体目から岩を投げ始めた場合、岩の数がぴったりしかないので、外さないように注意が必要ですね。そんなこんなで最終ステージ。このステージでロックマンの位置は終わりです。まずはエレキマンのステージで登場した、ビームを飛ばしてくるロボが出てくるので、うまく処理してあばばばば。どうにか処理して先に進みましょう。サンダービームよりも、自分の周りに炎も出せるファイヤーストームの方が、敵の処理は簡単かもしれませんが、この先でもサンダービームを使うので、武器の切り替えをめんどくさがってしまいました。ブロックをビームで壊して、エネルギーを回復。ここからはサンダービーム無双です。天井に張り付いた敵を、縦やら横やらで攻撃。ついでに床の敵もビームで攻撃です。3方向に打ち込めて、うねうねと範囲も広く、貫通性まであるサンダービームは、本当に使い勝手の良い優秀な武器ですね。そんなわけで、最後のトゲゾーンは、おなじみのマグネットで横着をして渡って、左から戻ってきたリフトを使って1アップを取ります。さらに右奥にある風車の形をしたヤシチをゲットします。ヤシチは取った瞬間に、体力と全ての武器のエネルギーが全回復する便利なアイテムです。必ず取っておきましょう。ここからは、残りのボスとの連戦です。最初の相手はボンバーマン。弱点武器のファイヤーストームをうまく当てていきましょう。爆弾は引き付けて避ける感じで、あいつかー。最後に当たってしまいました。2戦目の相手はファイヤーマン。弱点武器のアイススラッシャーで、縄跳びの要領で相手の攻撃をかわせるようになるといいですね。ご利用しましたが、とりあえず次に進みましょう。3戦目はアイスマンです。戦闘開始と同時にジャンプ攻撃でサンダービームを当てたら、続けてあと2発攻撃を叩き込んで終了です。ここは簡単ですね。最後の相手はガッツマン。
ガッテン武器の爆弾をうまく当てられれば3発で倒せるのですが、ガッツマンがあっちに行ったりこっちに行ったりするのと、爆弾がとにかく当てにくい武器なので、ちょっと運要素の強い戦闘になります。今回は綺麗に決まってくれました。場合によってはロックバスターで戦った方が安定するかもしれませんね。ワイリー戦の前に、エネルギー回復の台があるので、カッターかファイヤーが消費していたら回復しておきましょう。そんなわけで、ラスボスのワイリーマシン1号との戦闘です。ワイリーマシンは、手の部分に当たり判定があるので、ファイヤーストームで自分の周りに出る火の玉を当てるように攻撃すると、飛ばした弾と合わせて2ヒットして簡単に削れます。近寄りすぎて、敵の弾や本体にぶつからないように気をつけましょう。敵のライフを削り切って出現した第二形態は、処理落ちでちょっと見づらいですが、くるくると円を描く軌道の弾を一定間隔で飛ばして攻撃してきます。左に寄って弾を誘って、右に移動して攻撃を避けたらジャンプしてカッター。これの繰り返しで簡単に倒すことが可能です。ワイリーマシンは第二形態の方が弱いです。そしてこれが初めての土下座です。後のシリーズでも有名なお約束となっています。ところどころで危うい場面もありましたが、なんだかんだでノーミスクリアができました。やったね、イエイ。特に1アップするわけでもない、本当に意味がないスコアが、105万6100点集まりました。それはさておき、エンディングに参りましょう。1987年に発売した初代のロックマン。今でも新作が出るほどの人気を誇るシリーズ作品ですが、私は確か、2を最初にプレイして、その後1、3、4、5といった感じの順番で遊んだ覚えがあります。シリーズでは1から7まではクリア経験があり、7は有志の人が作ったファミコン風リメイクもクリアしたことがあります。ただ、8以降は未プレイで、X シリーズも触ったことがないので、機会があればいつか遊んでみたいですね。ちなみに、1から3は結構遊んでいたので、そこそこスムーズにクリアが可能ですが、4から7はあまり遊んでいなかったので、グダグダになる自信があります。2から先をやるかはまだ未定ですが、もし動画にするようなことがあれば、その時は生温かい目で見守っていただければ幸いです。あと正規のシリーズではないのですが、ロッコちゃん、ストリートファイター、クロス、メガマンも、ちょっとやってみたいですね。やってみたいっていうか、正確にはほんの少しだけ触ったことがあるんですが、ステージを一つクリアしたかしないかぐらいでやめてしまったので、そのうち本腰を入れてやってみたいですね。てなわけで、そろそろエンディングも終わりそうな感じなので、今回の動画はここまでとなります。やるかどうかは未定ですが、次があるとすれば、ロックマン2になると思います。それでは、ご視聴、ありがとうございました。機会があればまた次回。